モータースポーツでの押し掛けの一例。アメリカで行われているミジェットカーレースの参加者用ザ・ホンカー2をトヨタランドクルーザーで押して指導する。オートバイでの押し掛けの一例。大型のクルーザー型バイクのため複数人で押し掛けを行っている。押し掛けは自動車やオートバイなどに搭載されたエンジンを車両を押して指導させる手段。多くの場合は人力で車両を押す。 従来のキャブレター方式のエンジンはバッテリーが完全放電状態であってもこの方法でエンジンを始動できる可能性があるが近年の燃料噴射装置を採用するエンジンでは液や燃料ポンプ、インジェクター、点火系が動作可能な最低限のバッテリー残量がない場合は押し掛けや引き掛けで始動できない場合もある始動する対象の車両に外力を加えて走行させ 車輪からの入力でエンジンのクライクシャフトに回転を与えることで始動させる方法である。近年はほとんどの車両がスターターモーターないしはキックスターターなどの始動機構を持っており競技用のオートバイやカートなどを除いてエンジン始動時に押しが怪我必要な車両は稀である。始動機構を搭載した車両でも故障やバッテリー上がりにより 車両単独での指導が困難な場合は、押しが、怪我必要となる。車両を走行させる方法としては、人力のほか、下り坂を利用したり、他の車による牽引などがある。他の車両の牽引による指導を引き掛けとも言う。ただし他の車の救援が得られる状況で、指導不能の原因が、バッテリー上がりによるセルモーター不動であるならば、 ブースターケーブルを利用する方が安全で確実である。押し掛けでは車両を押してある程度の速度を出す必要があるため、四輪車を人力で動かす場合は、複数人で車両を押さなければ困難である。また、エンジン停止時には、ブレーキ倍力装置や、パワーステアリングなどの装備は使用できないため、エンジン稼働時の間隔で操作すると力が不足したり、操作が遅れたりするので注意が必要である。 よって、押し掛けは広大で平坦な、安全が確保された場所で行うのが望ましい。下り坂を利用する場合は前日の特性を十分に理解して望むべきである。以下にマニュアルトランスミッションの四輪車における押し掛けの手順を記す。二輪車の場合も、ほぼ同様の手順で、問題はない。イグニッションキーオンの位置にする。少しでも負荷を減らすため。 電装品の電源は可能な限り切っておく。ディーゼルエンジンの場合、バッテリーの残量でグロープラグやインテークヒーターなどを予熱しておく。高めのギアに入れ、クラッチを断絶する。通常の発進に用いる低いギアでは、クラッチをつないだ瞬間に車両が止まってしまい、始動できない。パーキングブレーキを解除する。人力で後方から車を押し、 人間が小走りする程度の速度まで加速させる。速度がついたら、クラッチを一気につなぐ。この時押す、側の人間は大きな効力を感じるが、可能な限り押し続ける。このためにも、高めのギアを選択しておく。エンジンが始動したら、直ちにクラッチを切るとともにアクセルを踏み、エンストを起こさないようにする。車両を安全に停止させる。バッテリーが上がっていた場合は、 しばらくアイドリングより高い回転数を維持し、バッテリーへの充電を行う。以上の手順を数回繰り返しても始動しない、もしくはアイドリングが持続しない場合は、始動機構以外の故障原因を疑うべきである。かつて、オートバイのモータースポーツにおいてはエンジンを停止した状態から競技が始まり、スタートと同時に、ライダーが自らエンジンを始動する競技用体が存在した。 世界グランプリロードレース選手権においては、1986年シーズンまでが全クラス押し掛けによるスタートであった。このような競技に参加するロードレーサーは軽量化のためにスターターモーターはおろか、キックペダルすらも装備されていなかったため、ライダーはスタートの合法と同時にマシンを全力で押して飛び乗る光景が見られた。ありがとうございます。